今日もお疲れ様でした。キャラでーす。今回はこのウーパールーパーたちを増やすのに必要な熱帯魚を取りに行ってきたいと思います。では早速行ってみましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。そう、ちょっとずつ増やしてるんですけどかわいい。そう、まだね、まだまだ生まれないんですよね。なので頑張って増やしていこうと思います。あったかい海、どこら辺にあるかな。ここら辺ジャングルだからどうなんでしょうね。あったかい海あるんですかね。どうかな。まずは海を見。ここら辺サンゴ礁ないですもんね。あったかい海ってどこにあったかな。わかんない。熱帯魚どこかな。でも最悪、この前見つけたハモした洞窟、あそこには熱帯魚がいるので、そこに行ってもいいんですよね。あ、なくなっちゃった。ここに行くのもありですよね。あ、なんか明るいと思ったら海底神殿だった。ここの明かりなんでしょう、なんだろう。あ、大変。コンパス持ってこなかった。私帰れなくなりませんかね、これは。海底神殿、ちょ、一旦帰りましょう。お家に帰れなくなりそうですね。ジャングルのそば、あったかい海があっても良さそうなんですけどね。え、もうすでに迷子。どこ?こっち?あれ?なんか全然違う方来ちゃった。ねえ、たくさん熱帯魚取っておきたいので、できたらあったかい海を見つけたいですね。なんかどっかあった気がするんですけれど、わかんない。あったかい海はサンゴ礁とかがあるんですよね。この色なら大丈夫、もしかして。ちょっと潜ってみましょう。いるっぽい。ドラウンドもいる。よいしょ。なんかこの色なら大丈夫なんですね。あったかい色の海だったら。サンゴ礁がないのかと、なければダメかと思ってたら大丈夫なんですね。じゃあもっとお家の近くにありそうですね。よし。じゃあ。水中呼吸と足のポーション飲んで行ってみましょう。ね、いましたね。よいしょ。あー、捕まえるのこれ苦手なんですよね。あ、違う。よいしょ。ちょっと調子いい。ちょっと調子いいと思った。いいよ。やったー。どこいるかな。いなくなっちゃった。よいしょ。え、今、待って。違う。フグだった。フグはいらない。あれ、どっか行っちゃった。フグはいらなかった。待って。
返しときたい。返せない。待って。よいしょ。びっくりしたー。あ、取れない。待って、早い。こう遊ばれてる。よし。で、今回あれなんですよね。ピッ。ハスの葉っぱ持ってきたんですよね。そう、これがあると便利なんですよね。あ、取れない、取れない。よし。で、あとどこかな。あそこら辺いっぱいそうですね。でかな。これから降る。なんかいいですよね。この熱帯魚もすごい違う。すごいいっぱい種類がいるらしいですよね。待って待って待って。あ、なになに。あ、大変もう切れてる。これタラだった。あ、これ初めて見たかも。捕まんない。待って。よいしょ。あー、捕まんない。ほんとこれ下手。え、ここすごい。いやー、怖ー。逃げよう。怖い怖い。そこにもいる。ね、この熱帯魚もなんか全種類揃えてみたいですよね。よいしょ。でもとりあえずはウーパールーパーを増やさないと。あ、まず行きすぎ。行きすぎた。よし、これで全部かな。あ、すごい、イルカさんが咲いて早くなった。やった。すごい早かった、今。これ、この上にベッドって置けるんですかね。ちょっと試してみましょう。ね、置けたらすごい便利ですよね。よいしょ。取れたかな。あ、置ける。すごい便利。よし、無事に戻ってくることができましたね。たくさん熱帯魚も取ってくることができたので、こんなにいっぱいあります。よし、じゃあちょっと増やしていきましょう。こんな感じでだいぶ増やすことができました。まだ青い子には会えてないんですけれど、ね、これからもまたちょっとちょこちょこ増やしていって、レアな色の青い子を見られるように頑張りたいと思います。では、今日の動画はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。